定型文、今日こそ定型文覚えとかなきゃもうなんで初期化されちゃったんだろう、ちょっと悲しいけど、うん、てかどうやって変えるんだっけ定型文って、うん、そう、もうね、まあもう、まあ、まだ寒いけどもう長袖半袖でいいじゃないかって思ったんで、てかもうね、あの衣替えしちゃったのではい、寒くても半袖で耐えますっていうのは嘘でまだ長袖もちょっとあります、うん、大丈夫。そう、なんか新潟って油断してると夜寒いんですよ実はうん、おしゃべり会で着るのも準備できましたか。いや、まだね、買ってないかな、私服は、まだ買ってないけど、うん、すごい迷ってます。そう、あのおしゃべり会また今日から受付始まったんですけど、完売がまた増えていてですね、はい、ありがとうございます。結構増えてましたね、びっくりしました、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。初めましての方もね、多くいらっしゃると思うので、めちゃめちゃ楽しみです。ありがとう、みんなのおかげだ、嬉しい。そう、6部かな全部で、ありがとうございます。あ、3部も増えたのか、すごいね、そんなに、嬉しい、ありがとうございます。うん、いや、この調子でまた頑張ります。はい、メール来てすぐ、メールすぐ来て気持ち伝わってきて、あ、よかった、メール読んでくださってありがとうございます。そうなんですよ。で、そしてですね、はい、私はまた、はい、まあ、企画を考えていますのでまあね、随時また、はい、やっていくのでよろしくお願いします。まあ、いろいろ考えてますので、今はあの今ある企画でやっていきたいと思ってます。でもすごいよね、また完売増えてたのは本当にびっくりしました、嬉しいです。はい、私じゃあメールで言った話、これはメールで言った話なんですけど、そう、今回のおしゃべり会の目標は2期生の中で一番になるっていうのが私の目標で、はい、まあ結構2期生の中でも、まあ、部数とかは結構差があるので、なんか一概に一番になるって言ってもちょっとまあ難しい感じではあるんですけど、でも私にはそういう目標があるので、これからみんなと一緒にその目標を達成できたしていけたらいいなって思ってます。頑張りますそう、でもね、本当に何だろう、まあ昔はこの目標はの壁は高すぎる、無謀、結構無謀な夢だって思ってたんですけど、でも今回もうそれが見えてきたので、また私ももっともっとアピール頑張るし、皆さんもね、ぜひあのツイッターとかで拡散お願いします。でもいつもありがとうございます。はい、頑張りますね。なんかすごい、もう大きい夢は全完売っていう夢なんですけど、でも結構ね、あのいろいろ、なんて言うんだろうな、ちょっとずつ少しずつ目標を、そのなんて言うんだろうな、そこにステップアップって感じで目標を少しずつ作っていくことも大切だなと思って、こういう目標に してます。今回はナナミンの魅力を伝えられるように頑張ります。ありがとう。でもすごく伝わってます。いつもみんながそうやって、あの頑張って。
ださってありがとう本当に、そうだからこうやって結果が目に見えてそう来てるのが本当に嬉しいです。みんなすごい、そう少しずつねコツコツと、前回は初めましてだったから今度は認知されるように撮ろうかな。嬉しい、待ってますありがとうございます。はいね、なんだろうな、そうだよね、初めましての方とかはよかったらね名前を教えていただければ、私もねできればみんなのことは名前で呼びたいなって、名前とかニックネームで呼びたいなって思ってるので、いつもおしゃべり会は、はい、なのでぜひ初めて来られるよって方はまあね、嫌だったらあれなんですけど、まあ、ね、よかったら、はい、お名前とかいろいろ、なんだろうな、好きなものとか、うん、話いろいろ話したいねって思ってます。なのでお待ちしてます。いやでも楽しみ、本当にもうすぐですね、あっという間、あと1ヶ月、うん、あと1ヶ月で始まるので、うん、ねえ、なんかラーメンの話とかアルビの話とか捜査課の話とか公演の話とかショールームの話とか、はい、いろいろ何でもいいので話しましょう、お願いします。待ってますね、うん。おしゃべり会で別のメンバーが名前呼んでるの聞こえてる。そうなんですよね。結構ね隣、うん、まあ今日離れてはいるんですけど、同じ部屋にメンバーいるので、はい。まあね。聞こえてますね。新曲の感想。あ、そうだね。シングルも発売されてますし、その頃にはね、今回の6枚目シングルのお話もしたいですね、うん、ドラマの話も、もちろん、私今ねあれしか見てないけど、今日の聞かざる声しか見てないけど、今はぜひぜひ、うん、まあそんなところもおしゃべり会の良さですよね結構会話筒抜けみたいなそうなんですけど、なそんなのも楽しみですね。なんか握手会思い出しますねメンバーによって名前変えるしかないってめっちゃ面白いんだけど面白い、でもそれやってる方いるのかな、名前変えちゃうと分かんないなうん、そう握手会思い出す、なんかね、あの握手会だとやっぱレーンが隣同士なので、そう他のレーンからヤッホーとか手振ってくださるファンの方とかいらっしゃったので、そうあのね懐かしいのが、ほんと初期の頃はあの当日券とか押し増し券があったんですよ。そうで使える頃で、遠くにいるレーンの方にこうやってヤッホーって手振ると手振られたので来ちゃいましたって言ってくださる方もいたりして、そう今懐かしいと思って、うん、今思えば今思えばちょろちょろのちょろですねでもそんなのもすごい嬉しかったです、来てくださったって、私は本当に嬉しかった、うん、そうおしゃべり会ではねそれできないんですよ、そうそう他のメンバーの画面ちょろちょろって入っちゃいけないんで、そうそうね、でも嬉しいですよね、そうやってこうなんだろうな、見つけてくださるきっかけっていうのはどこにでもあるんだなって思った、最初に、うん、握手会で、そうそうそう、だから嬉しかったですねそれは本当に、うん、でもね逆の立場になってみて、なんか私のレーンに来てくださってたねのに
例えば他の子とかもし後輩が入ってきた時に、後輩ちゃんに、もうとんでもなく可愛い後輩ちゃんに手を振られてそそそそって行っちゃうって考えるとちょっと悲しいんですけど、うん、ちょっと逆だと辛いね。なんですけど、まあね、そう、もうね、私から離れられないってくらい、はい、もっと好きになってもらわなければいけない私が。そう、あ、だるまとかハートとかありがとうね、うん、そうそう。挨拶だよなんつってねえ、いやいやいや許しませんよなんつって、うん、フォローしました。あ、ありがとうございます、嬉しい。やった。あ、そうのね、フォロワーさんめちゃめちゃ増えてるんですよ。5000人超えまして、ショールームの最近ツイッターもフォロワーさんが6000人を超えてですね、嬉しい。次の目標はインスタ1万人ですね。次の目標は頑張ります。うん、そう、ツイッターは本当に最近はありがたいことにアルビのサポーターさんがたくさんフォローしてくださるんですよ。嬉しい、うん、顔を向けないように並ぶスリルがいるめっちゃリアル、うん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、ハートありがとう。ねえ、アルビー嬉しいですね。サポーターの皆さん優しいですね。私なんかをフォローしてくださって嬉しいね。そうやってあのアルビーのサポーターの方もおしゃべり会に来てくださったら嬉しいですよね。初めて来ましたってめっちゃ嬉しい、うん、ナナミンの魅力がめっちゃ広まってる。いや、広めてくださってるのが皆さんなんですよ。そう、私は何もしてないか、何もできないか、だからみんなには本当いつも感謝です、ありがとうございますナナミンこんばんは、遊びに来て、あ、ありがとうございます、いらっしゃいませ。うん、アルビの公式さんめっちゃナナミのツイートいいねして、そう、びっくり、めっちゃいいねしてくださるんですよ。アルビの公式さんがですよ、私のツイッター見てくださってるってことなんですね。素晴らしい、どうしようふざけたツイートできないわ アルビのサポーター以外も対戦相手とかの人にもフォローされて、あ、そうなの、え、気づいたそう、この間京都戦だったじゃないですか。そう、京都のサポーターのその方にもフォローしていただけてて、えーって嬉しいって思って、ありがとうございます。京都行きたいって思いましたうん、そう、アルビの公式さん優しい、本当にありがとう。え、もう15分だったの、3分くらいしか経ってなくない、まだ早っ、うん、そう、だからまあいろんな方がね、私のツイッターを見てくださってるんだなっていうのはすごい実感してます、うん、のでね、私ももっとこう、例えばまあね、アルビーの昇格へ向けてとか、ラーメンをもっと新潟のラーメンをもっとたくさんの方に広めルタとか、今回の6枚目シングルもっと盛り上げていくぞっていうね、思いが、はい、フォローしてくださってる皆さんに伝わればいいかなって思います。今日でエブリデイカチューシュ発売10年だって、10年、私めっちゃ聞いてた、うん、いや踊ってた、もうね、私の青春。そう、エブリデイカチューシャの時は私小学生かな、多分小学生で、もうね、 AKB、 もう AKB だった、私の青春が、そう、頃かな、
そうそうそう。でエブリデイカチューシャとかポニシュシュとかヘビーローテーションとかはの時は私はね、そうまだなんかスマホがあんまり普及してなかったのよ。そうスマホは持ってたんだけど、でも音楽を聴くのはまた別のやつで、音楽はなんか何あのちっちゃいね、ちっちゃい音楽聴く機会があったの、名前忘れちゃった、うん、けどみんな持ってて音楽を聴くやつ、そう、それに音楽いっぱい入れてそう聴いてた。うん、なんだったかな、ウォークマンかな私。うん、そうそう、ウォークマンかもしれない、確か。ウォークマン懐かし、持ってたな。うん、そうウォークマン使ってましたね。みんな持った、なんかかっこよかった。私あの小学生の頃の私からしたら、そうウォークマンめっちゃかっこよくて、めっちゃ画期的で音楽聴ける、そうかな、うん、そうそうそう。でその頃はもう AKB さん大好きで、あとね私は小学校の頃、うんとね、小学校だよね、いや中学校か、そう中学校小学校の中、小学校とか中学校の AKB さんがね、 AKB もう男の子も女の子もみんな AKB 聞いてた時、そう AKB とか聞いてたし、あとね私はね E-girls さんが好きで、そう、そうそうそう E-girls さんもめっちゃ聞いてた、大好きだったあの頃、中学生かな、中1か中2くらいの頃かな、そうそう、だったんですよ。で、まあ、私の結構お友達の影響が大きくて、そうお友達が E-girls さんとか好きで、そうで聞いてて、なんかダンスとか覚えて踊ってました、みんなで、うん、懐かしいよね、めっちゃ大好きだった。ももクロさん、あーももクロさんも聞いてましたよ、うん、そうあの頃はねすごいアイドルさんめっちゃ流行ってましたもんね、うん、MD って何？ MD ってさっきからなんだろう、 MD、 iPod は分かる分かる、めっちゃ懐かしい、 MD って何？うん、ウォークマンしか分かんない私、ミニディスク、え何それ、聞いたこと初めて聞きました、うん、そう私はなんかこういう縦長のやつ使ってました、うん、分かんない、ちょっと後で調べるね、うん、カセットテープは分かるよ、こういうやつでしょ、うん、分かる分かる、えそうだよね。うん、MD はミニディスクか分かんない、私はウォークマンでしたね、うん、え全然わかんない、後で調べますね、うん、そっか、もうウォークマンとかね、 iPod タッチとかの時代だったかも、小学校の頃、私が小学校の頃ね使ってたスマホ iPhone 今じゃ考えられないくらいちっちゃくて分厚かった、分厚さはそんな変わんないか、うん、そうそう懐かしくない、タッチとかねえ、4、あ4、4かな、え4かもしんない多分、
分かんないな。え、すごい懐かしい。もうないな多分その頃の。うん、そう、今進化しましたよね。すごいわ。うん、そう、10年前か。じゃあ、いや、もっと前かもしれない。え、違うか、私小学校5年生とか6年生の時の話なんで。うん、何年前だろう、今20歳なんでちょっと分かんない。まあ10年前くらいか。ガラケーあるよ、あるある、使ったことありますよ、ガラケー。うん、ガラケーね、なんかピンクの可愛いガラケーが流行ってた。え、待って、秋に iPhone13 出るの。え、そうなの。めっちゃショック。嘘、はあ、なんだ。もう iPhone どんどんさいっぱい出るよね、すごい。うん、なんかそう、最近買ったのに新しいの出るとちょっと泣いちゃうよね。うん、わかる、毎年出るもの、わかるわかるわかるけど、もう無理だった、間に合わなかったんだ私の携帯は。うん、うん、欲しいな。待って、私のまた写真が全部消えた、あの、傷が今えぐられてる。最近思い出すんですよね、私の写真返してよって。うん、めっちゃショック。次のスマホはどんな、なんだろう、カメラ4つとかかな、ショック。うん、そうよ、みんなとの思い出とかもなくなっちゃったよ。まあまあ、またね、新しく更新すればいいんですよ、写真なんて。うん、そのショックから立ち直って、もう全然立ち直ってますぶっちゃけ。あ、いい、大丈夫だよみたいな、また撮ればいいんだよって。うん、そうそう。うん、だから全然大丈夫です、私は。そう、新しく思い出をまたみんなと一緒に作っていきます、これから。初見です。あ、初見さん、ありがとうございます。ポジティブ、そう、あのね、ポジティブシンキ、ポジティブシンキング大切。うん。そうそう、ポジティブは大切だってことがすごく分かった。ポジティブに生きよう。だからなんか落ち込んだこととかあったら私に相談して。これ初見ポーズじゃない。これ初、そう、これ初見さんポーズね。グーって、うん、そうそう、落ち込んだらみんなに相談すればいいんだって私はね学んだので。うん。待って待って、すいません、コメント欄にあのいらっしゃってます、あの今噂のDD 先生が。最近はね、ちょっと、あ、同じくラーメン部のゆうちゃんのところにね、あの、行ってんなって思ってたんですけど、今日来てくださってますね、嬉しい、みんな喜んでる、来たって、みんな喜んで、田辺先生が来てくださったよ。
僕もポジティブでやります。ポジティブは大切ですよ。何度も言ってる通り、私は田辺先生を温かく迎え入れますので、はい。うん、DD も大切ですよ本当に、生きていく中で、うん、DD も大切。はい、変わらず 0.2g でした。ありがとうございます。副部長のイラスト一番似てますね。え、思いました。私一番可愛く描いていただけてますね、猫娘。嬉しい。もうあの、そう、ポスターとか欲しいですもん。なんかグッズ欲しい、私の猫娘ななみんグッズ。可愛い、本当にあのイラスト本当に大切に大切にずっと、はい、なんか部屋に飾っておきたいくらい、ラーメン部のイラスト本当に可愛く描いていただいたんですよ。ありがとうございます。これからも、ね、ラーメン部のことよろしくお願いします。いつもありがとうございます。ステッカー、そうなの、あのキラキラステッカーね、そう、あれもすごくいいよね、私も欲しいなって思って、はい、ラーメン部皆さんもよろしくお願いします、ぜひ、うん、はい。ということで今日はちょっと、今日は短いんですけど、この辺で配信終わりにします。みんないつもありがとう。じゃあまた配信するので、また明日も配信するので来てください。ありがとうございました。今日もお疲れ様です、お仕事皆さん。はい、また配信します、来てください。バイバーイ。おやすみー。